20。ちょいと西川さん、おい西川さんってば、用があるんだよ。この人は牛肉を一斤すぐ持ってくるんだよ。いいかい、わかったかい。牛肉の硬くないところを一斤だよと、牛肉注文の声が四輪の石爆を破る。年に一遍牛肉をあつらえると思って、嫌に大きな声を出しやがら。牛肉一斤が隣近所へ自慢なんだから、始末に負えねえ尼だと、黒はあざけりながら四つ足を踏ん張る。我が輩は挨拶のしようもないから黙って見ている。一斤ぐらいじゃ承知ができねえんだが、仕方がねえ、いいから取っときゃ今に食ってやらと、自分のためにあつらえたもののごとく言う。今度は本当のごちそうだ、結構結構と、我が輩はなるべく彼を返そうとする。おめっちの知ったことじゃねえ、黙っていろ、うるせえやと言いながら、突然後足で霜柱の崩れたやつを我が輩の頭へバサリと浴びせかける。我が輩が驚いて体の泥を払っている間に、黒は垣根をくぐってどこかへ姿を隠した。大方西川の牛を狙いに行ったものであろう。家へ帰ると、座敷の中がいつになく春めいて、主人の笑い声さえ陽気に聞こえる。はてなと開け放した縁側から上がって、主人のそばへ寄ってみると、見慣れぬ客が来ている。頭をきれいに分けて、木綿の紋付きの羽織に小倉の袴をつけて、至極真面目そうな書生体の男である。主人の手炙りの角を見ると、春慶塗りの巻きたばこ入れと並んで、越智東風君を紹介いたしそろ、水島寛月という名刺があるので、この客の名前も寛月君の友人であるということも知れた。主客の対話は途中からであるから前後がよくわからんが、何でも我が輩が前回に紹介した美学者明帝君のことに関しているらしい。それで面白い思考があるから、ぜひ一緒に来いとおっしゃるので、と客は落ち着いて言う。何ですか、その西洋料理へ行って昼飯を食うのについて思考があるというのですかと、主人は茶を継ぎ足して客の前へ押しやる。さあ、その思考というのが、その時は私にもわからなかったんですが、いずれあの方のことですから、何か面白い種があるのだろうと思いまして。一緒に行きましたか。なるほど。ところが驚いたのです。主人はそれ見たかと言わぬばかりに、膝の上に乗った我が輩の頭をポカと叩く。少し痛い。またバカな茶番見たようなことなんでしょう。あの男はあれが癖でね。と急にアンドレア・デル・サルト事件を思い出す。へへ、君何か変わったものを食おうじゃないかとおっしゃるので。何を食いました？まず献立を見ながら、いろいろ料理についてのお話がありました。あつらえない前にですか？ええ。それから？それから首をひねってボーイの方をご覧になって、どうも変わったものもないようだなとおっしゃると、ボーイは負け抜きで、鴨のロースか子牛のチャップなどはいかがですと言うと、先生はそんな月並みを食いにわざわざここまで来やしないとおっしゃるんで、ボーイは月並みという意味がわからんものですから、妙な顔をして黙っていましたよ。そうでしょう。それから私の方をお向きになって、君フランスやイギリスへ行くと、随分天命鳥や万葉鳥が食えるんだが、日本じゃどこへ行ったってハンデをしたようで、どうも西洋料理へ入る気がしないというような大奇縁で、全体あの方は陽光なすったことがあるのですから。何、名店が陽光なんかするもんですか。そりゃ金もあり時もあり、行こうと思えばいつでも行かれるんですがね。
大方これから行くつもりのところを過去に見立てたシャレなんでしょう。と主人は自分ながらうまいことを言ったつもりで誘い出し笑いをする。客はさまで感服した様子もない。そうですか、私はまたいつの間に横行なさったかと思ってつい真面目に拝聴していました。それに見てきたようにナメクジのソープのお話やカエルのシチューの形容をなさるものですから、そりゃ誰かに聞いたんでしょう。嘘をつくことはなかなか名人ですからね。どうもそのようで。と花瓶の水仙を眺める。少しく残念の景色にも取られる。じゃあ趣向というのはそれなんですね。と主人が念を押す。